南三陸町のあの瓦礫をですね、本当にあの心よく引き受けていただいて、その気持ちを持ってあの我々も早くいち早くあの復興したいなというふうに思っております。本当に感謝しております。女川町は新しい街づくりを今始めようとしているところですので、ぜひまずこの瓦礫を何とかするというところでご協力いただけたらありがたいです。今も東日本大震災の被災地に残る災害廃棄物の山。その量は岩手県では通常の11年分、宮城県では通常の19年分にも達しています。現在までに被災3県全体の 96% の被災廃棄物が仮置き場に運び込まれていますが、処理が終わったのは全体のおよそ 6.7% です。瓦礫公益処理は国は一歩も二歩も前に出ていかなければなりません。今週関係閣僚会議を設置しと3月11日の会見で述べた野田総理。そしてその2日後政府一丸となって取り組みを進めたいと思います。3月13日表明した通り災害廃棄物の処理を進めるための関係閣僚会合を立ち上げました。災害廃棄物を再生し、道路の路盤材や防潮林、高台の盛り土材などに今までの発想を超えて大胆に活用してほしいということであります。今回の会合で確認された取り組みの一つは災害廃棄物の再生利用について、コンクリートなど不燃性のものを建築資材として活用する方針です。関東大震災の時には瓦礫で横浜に山下公園を作りましたが、今回は瓦礫を再生利用し、将来の津波から住民を守る防潮林や避難のための高台を整備し、後世に残していきたいと思います。また、木くずなど燃やすことのできるものは、工場の燃料、または原料として再利用するよう、民間企業へ協力要請していきます。さらに、処理を被災地だけではなく、全国で進める広域処理については。広域処理の敬礼について、都道府県等に文書で正式に要請するとともに、受け入れ基準や処理方法を定めたいと思います。現在までに実際に災害廃棄物を受け入れている自治体は、東京都、山形県、青森県。さらに取り組みを進めるため、受け入れる側の自治体へ財政的な支援も行う方針です。関係閣僚においては、災害廃棄物について広域処理と再生利用の普及拡大が進むよう、より一層のご協力を改めてお願いをします。